中の工事のため一部通行止めになっています。圏央道は久喜白岡ジャンクション方面に向かう内回りが下草インターと大崎インターの間が緊急の工事のため午後3時15分から通行止めになっています。その他内回りは久喜白岡ジャンクションで5キロ渋滞しています。常磐道の上りは三郷料金所で2キロの渋滞です。千葉県の京葉道路の上りは貝塚トンネルで1キロ半と船橋インターで1キロ渋滞しています。東関東道や東京湾アクアラインは順調に流れています。首都高速道路の状況です。三郷線の上りは嘉平を先頭に7キロの渋滞、三郷ジャンクションから小杉ジャンクションまでの所要時間は20分です。6号線の上りは両国ジャンクションで1キロ、7号線の上りは両国ジャンクションで2キロの渋滞です。一般道路は東京の神奈通りが葛飾区方面に向かう外回りの足立区一つ屋1丁目でトラックの横転事故のため1キロの渋滞です。日本道路交通情報センターでした。大津さん、ありがとうございました。レイユネムトラフィックアップデート、次は4時38分頃にお伝えします。